はいどうもこんにちは、七色ピーマンです。では第2回ですね、ポケモンアルセウスレジェンドですね、はい、やっていきたいと思います。なんかね、団長のところに行けと言われてますんでね、今から向かいたいと思います。とりあえずね、3匹の、ポケモンのね、捕獲が成功しておりますんで、入団試験が終わりまして、宿舎の鏡を見て、調査隊制服と、なんて読むんですかね、これね、着替えると、上は職を選ばずというが、煙芋にはこだわりたい。煙芋、ここでしたよね、確かね、団長がいるところ、君なかなかの手だれのようだね、外は危険だからな、強い方がいい。行きましょう。なんか相撲が強いみたいですね。あれ？戻ってきましたよ。どこでしたっけ？あ、ここか。はいはいはい。めちゃめちゃ近かった。あ、自分の部屋ですね。で、鏡を見て、着替えると。標語一つ礼儀正しく、一つ目上を敬う。一つ好き嫌い禁止。一つ弱者を助ける。一つ困難に立ち向かう。着替えますか？はい。R。あ、これですね。LR で、こう、移動させると。これですね。調査隊制服。ああ、こういう感じですね。はいはい。サンダル。あ、草履っていうことか、これ。草履って読むんですね。はいはい。草履、こんな草履ですけど、まあ、これでいいですかね。メガネもあると。イエロー。あ。コンタクトレンズっすね、これね。目の色も変えれると。そんな感じっすよね。目の色は、ラベンダーにしときましょうか。はい。こんな感じで。コンタクトしてるんですか。いつの時代？もっさいな。熱ない。マフラーしてない。調査隊の制服、丈もぴったりですごく似合ってます。隊長があなたのためにあつらえさせたかのようですね。昨日提供した部屋だが今後も使うといい。こちらも使え。帽子？団長に挨拶せよ。どっちの方が上なんですか？島星より上ってこと？銀河団本部3階で、電木団長に挨拶する。行きましょう。どうせここでしょ。こいつは？中吉。新天地で暮らす。さあやることがいっぱいだ。団長いないですよ。これ？小雨。ポケモンは謎ばかり、その秘密を解き明かしてよ。団長どこにいるんですか？これ？サザンカ。これからは空から落ちてくるものの宿舎を用意せねばならないのかな？サザンカ。ぷっぷい。誰？何すかこれ？イーブイ。3階でしょ？どこっすか？上？まだ上ということですか？これ、ここか。ほら、ここっすね。おっさんや、おっさん。銀河団団長、電木である。よろしくお願いします。礼儀は知っているようだな。時空の裂け目から落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、どれほどのものか確かめさせてもらうぞ。立ち会え。立ち向かう。やっぱ投げ飛ばされる？
見どころありそうだな。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろう。人によっては災いを招く者と考える迷信深い者もいるやもしれぬ。だが入団試験に合格したのだ。お前が面妖なやつでも、ことぶき村の仲間として受け入れよう。銀河団の仕事に駐勤し、ポケモン図鑑を完成させよう。ピーマン、ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。団長に認められたな。君の、銀河団団員としてのランクはゼロ星となる。調査隊員として活躍をすれば君のランクも上がる。ランクがあるんですね。団員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を上げましょう。そして図鑑の完成度を上げることは全てのポケモンと出会えという君の使命を達成することにつながるのです。これも与えるクラフトに必要なレシピだ。レシピ、ピーマンはモンスターボールのレシピを手に入れた。モンスターボールを作るためのレシピですね。材料はボングリの実1と玉石1ですね。3000円だ。材料を買うといい。お金ももらったぞ。日本円じゃないですか。小、クラフト名人の君に命じる。ピーマンにクラフトを指導せよ。はい、島星隊長。では先輩として、クラフトというのは手作業で作るということです。雑貨屋でも道具を買えますが、自給自足の精神が大事なのです。私たち調査隊が一番使うモンスターボールも作れますよ。この技術すごいですよね。さあ、クラフト屋に行きましょう。ガイドする。クラフト屋でクラフトの方法を教わると。呉服屋のシャロンと申します。この度は入団おめでとうございます。博士に頼まれていた着替えです。どうぞお受け取りくださいませ。なんか暑そうやしな、これ。ピーマンは道中着と、また引きを手に入れた。また引きですかね。村にはいろんな、お店がございます。よろしければ足を運んでくださいませ。楽しそうですね。とりあえず、ショーにいろいろ教わる感じですね。村でクラフトをするなら、クラフト屋さんのクラフト台です。今回は私が材料をあげますね。いわゆる合格祝いです。隊長からいただいたお金は、服とか買うのに使うといいですよ。クラフト台で作る道具、モンスターボールを選んでください。ことぶき村やベースキャンプにあるクラフト台を利用すれば、モンスターボールなどの道具を作れます。クラフトにはレシピと材料が必要ですと。これ、ウグイスボールじゃなくて、モンスターボールね。はい。これを、モンスターボールを1個作ってポーチにしまった。これだけ？簡単。初めてのクラフトですのに見事なモンスターボールですね。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっていますと。まあ、基本がね、大事なんで、ちょっとお勉強しときましょう。その能力を活かしてポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのですと。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあ、どうぞ。お、ポケモン図鑑。大事な。ポケモンの調査結果をまとめた冊子。新しいポケモンを報告するたびに、ラベン博士がページを増やしていく。これを増やさなダメなんですね。何匹おるの ?1,2,3,4,5,6,7 匹おるんですね。はい。図鑑を完成させるためには、図鑑タスクをこなさないと。私も調査隊としてポケモン調査に励みますと。ピーマン君、それでは図鑑タスクの説明をするのです。原野ベースに行きましょう。どういうこと？
図鑑タスクで調査開始。なあ、聞こえていたんだが、原野ベースに行くならついでに俺の依頼も聞いてくれないか、スグル君。俺見張りだろ、持ち場を離れているとまずいから、本部の前で待っているよ。サブ任務ですね、サブ任務を引き受ける、頼み事を持っている人にはサブ任務のアイコン、上にねついているアイコンが表示されます。引き受けて解決すれば報酬がもらえてお得です。こういうのもあると。君ポケモンのケムッソを知ってるか。全くわかんないですね。ラベン博士が話していたのだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると進化と呼ばれる姿形が変わって、強くなる現象を起こすのだと。はい、ポケモンは進化するんですね。一部のポケモンは進化して姿と能力が変化します。ポケモンが進化条件を満たすとポーチ画面で進化を選べるようになります。俺は自分の手でケムッソを育て、進化させたい。君調査隊だろ、もしケムッソを捕まえたら俺に譲ってくれないか。お礼も用意するからさ、ケムッソの捕獲頼んだぜ。ということで、サブ任務を受けたんですね。図鑑を見るには、下ですね、十字キーの下。ケムッソはこの中には入ってないですね。まだね、お話聞いただけっていうことなんで。で、どうすればいい？ことぶき村の外に出るの？ムックルのことを調べてきてよ。ムックルは見てて癒されるわ。触れないけど。ムックルの図鑑完成させたら見せてね。どういうことですか？サブ任務めっちゃ来るんですけど。めちゃくちゃいっぱいあんねんけど。そういうこと？これ何？コリンクの耳に変わった模様があったと思うんだが。ダメだ、思い出せん。でもこのモヤモヤを晴らしたい。あんた調査隊、隊員なんだって。コリンクを捕まえたら見せてくれ。この目で直接見て確かめたいんだ。耳が見たいですね。めっちゃサブ任務受けるやん。とりあえず外出てみましょうか。ね、行きましょう。天助は？図鑑タスクで調査開始。任務リスト。ここっすね、今ね。図鑑タスクで調査開始。ポケモン図鑑を完成させるためには図鑑タスクをこなしていく必要がある。ラベン博士に詳しい方法を教わろう。ってなってんねんけども。原野で図鑑タスクの説明聞く。ここですよね。まあ、行きましょうかね。原野ベース。シルエットがヤッターマンみたいになってるけど。あ、始まりましたね。さて、ピーマン君、ポケモン図鑑を完成させるには、図鑑タスクをこなす必要があります。図鑑タスクね。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。図鑑タスクとは、ポケモン図鑑を完成させるためにやるべきことです。ポケモンの種類ごとに内容や数が違うので、まずはどんなタスクがあるのか、下ボタンで図鑑を開いて確認しましょう。L ボタンでポケモンに注目したままポケモン図鑑を開くと、図鑑タスクをすぐに確認できて便利です。なるほど。戦ってる時にですかね。ちょっと変わった図鑑タスクを持ったポケモンもいるので、しっかりチェックしましょう。L ボタンでこう、眺めてる時ですかね。で、下ボタンを押せば見れると。ポケモンを捕まえたり、ポケモンと戦ったり、図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるのです。研究ポイント。野生のポケモンに襲われたら回避してください。回避？私の動きをよく見て真似できるようにしてください。アクションですね。
今の流れるように美しく華麗な動きが回避です。素早く回避すればポケモンの技も避けられます。ポケモンの技は強烈です。何度も攻撃されると気絶しますから。私、コリンクの電気ショックを浴びて気絶して、言うとったな。警備隊の方に助けてもらいました。大丈夫です。私が先輩としていろいろ教えますから。大丈夫ですか、この先輩。確かコリンクの耳調べてくれ、言われとったな。行きましょう。ショーを追いかけてアドバイスを受ける。じゃあ行ってきます。これめっちゃおもろいやん。てや。調査隊クデンです。ZL でポケモンに注目したまま、下ボタンで図鑑を開くと、図鑑タスクをすぐに確認できます。やりましょう。ビッパの図鑑タスクには捕まえた数というのがありますね。そう、1匹捕まえて終わりではなく2匹4匹とどんどん捕まえてください。なるほどね、数もいるってことですね。ポケモンと戦うのでしたら、島星隊長 X 切り替えの教え、ポケモンの入ったボールと道具、どっちを投げるのか切り替えましょう。早速試してみてください。私は先で待っていますから。まあ適当に行きましょうか。回避しながら図鑑を見る、開くじゃなくて、こうですね、こう見ながら図鑑を開くってことかな。どういうこと、どういうこと、どういうこと。戦うってこと？電光石火。コリンクあんまり強ないな。ビッパー様子を伺っている。あんま強かったら逃げなあかんパターンですかね。全然やな。狙いとるかな。この時にちょっと待って、 X ボタンの切り替えですよね。あー、わかったわかった、これっすね。投げると、いたいたいた。お、難しいっすね。ビッパー捕まえたぞ。捕まえると、はいはい、とにかくいっぱい捕まえたらいいってことかな。モンスターボールと、その、結構難しいな。これでいいかな？どういうこと？モンスターボールがもうないねんけど。結構難しいなこれ。こういうこと？捕まえた数3、同じのばっかり捕まえてもしょうがないもんな。ZL でポケモンに注目したまま、下ボタンで図鑑を開くと、すぐに確認できますね。ムックルの図鑑タスクを見てください。これですか？見つからずに捕獲というのがあります。試験でも教えたように、草むらに隠れて捕まえるといいですよ。私はあちらで待っていますので、いくつかタスクをこなしてみてくださいね。これおっさんおるけど。元気なポケモンほど捕まえにくい。そうやろな。戦った相手のヒットポイントを減らしたり、コリンクの電気ショックで、麻痺など状態異常にしたりするといい。なるほどね。隠れながら？で、X ボタンですよね。これなんすか？ほんぐり。何これ？追いかけよう追いかけよう。
あ、いたいたいた。よう分からんな。今までのその、捕まえてる、すでに捕まえてるポケモンのレベルも上がるってことですね。いや、なんか、バレてんねんけど。え、襲いかかってきたぞ。いや、嘘。やばいやばい。危ない危ない危ない。これでも逃げるってことですね。バレてるってことですね。隠れとったらいいんじゃないですか。どこっすかどこっすか、ここやな。こういうこと？難しいな。ペケってなってるっすよ。そやからこういうので戦ったらいいんじゃないですか。ほら、そういうことでしょう。お、強いな。でもコリンク捕まえてきてみたいなこと言うとったから、あ、倒したか。で、ここで、まだ死なないでしょ。え？ムッ、ポケモンを入れ替える。あ、ムックルが出てきたぞ。で、ここで、コースね。投げたらえ、投げたらえ。行ったんちゃう？コリンク捕まえたんちゃう？はいはい。難しいっすね、なかなかね。タスクが分かんないっす。橋の先に進むと強いポケモンが多く生息しており危ないのだ。団員ランクが一つ星以上なら進んでも大丈夫だろうかな。いったらやばいんじゃないですか。いけなくなってますね。ここで練習しろと。あ、こういうアイテムも取れますね。この辺で戦っとけっていう話ですか。で、X ボタンで、瀕死なってるから無理やね。こういうので、ビッパ対ビッパってどうなんやろ。モックルを使いましょうか。こうやって。タスクってどうやって見るんですか？タスクを達成しろみたいなことなっとったっすよね。まあいいか。木の葉。結構効いてるな。で、ここでもう、ここで、行ったらいいんじゃないですか？はい。OK、捕まえた。何匹でも捕まえれるやん。はい、捕まえましたよ。新しい技とかもなんか覚えてるな。どうなんでしょう。終わった？また全然何も覚えてないけど。この辺りですと、ブイゼルというポケモンがいます。コリンクのように気性が荒くて技を出してくるから要注意です。捕まえるなら戦いを仕掛けてください。ここは戦わなかった感じですよね。
あなたがダメージを受け続けるとピンチ状態になり画面が赤くなります。ダメージは時間が経つと回復しますが、野生ポケモンに敵視されていると回復しません。やばいな。画面が赤いピンチ状態の時にさらにダメージを受けてしまうと力尽きて目の前が真っ暗になります。ヴィーゼルの図鑑タスクには特定の技を見るというものがあります。これは戦いでの技を見るということですし、戦うことでこなせるタスクもありますよ。わからんけどやろうか。ヴィーゼルのタスクをこなせたら私のところに来てください。難しい試練やな。やばいやばい、見つかった。まあ、これは勝負したらいいんじゃないですか。効いてる？お、風起こしめっちゃ効いてるやん。倒してしまうとあかんな。おしゃおしゃ、今や今や今や、これでしょ。捕まえたで、ヴィーゼル。これでいいんかな。ようわからん。え、なにこれ。ニュー捕まえたよ。これでいいんかな。向こうに行ったね。薬草。これなんすか。これやばそうやないですか。逃げよう。あなたは本当に一生懸命ですね。そんなあなたにクラフトキットを進呈します。クラフト台がない場所でもクラフトを可能にする道具が揃ったセット。いや、ただし使えるのはポーチの中の材料だけ。奥深すぎますねこれね。ポーチの大切なものからクラフトキットを選べばいつでもどこでもクラフトできます。ただしポーチの中の材料しか選べず、ポーチに収まらない量は作れません。傷薬のレシピをどうぞ。なんかいろいろもらってますけど、これでとりあえず回復ができるということですね。つまりボングリの実と玉石があればいつでもモンスターボールが作れますよ。あとオレンの実と薬草で傷薬が作れますから、はい、ポケモンを元気にしてあげてください。これでしょうね。ああ、こういうことか。わかったわかった。タスクでミジュマルのタスクと。はいはい。まだ捕まえてないってことですよね。一個も。ゼロってなってるから。いや、ではないわ。研究レベルがゼロってことか。そうですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほどね。ちょっと難しいですけど、例えばヴィーゼルの主な生息地は、黒曜の原野にいるっていうことですね。蹄鉄ヶ原とか、場所がわかるんですね。コリンクは、黒曜の原野の大使坂におるとか。なるほどね。これですね。A で帰れるんですね。このタスクを見ながらな。例えば、さっき言ってた、どれでしたっけね。コリンクの、耳を見たいっていうなんかいうのあったよね。違う。コリンクの捕まえた数、でも2になってますよ。コリンクね。倒した数1。あ、でも捕まえてるから、あの女の人のとこ行ったらいいんかな。何をすればいいの？図鑑タスクで調査開始。図鑑タスクを報告してポケモン研究ポイントの目標を達成する。戻ればいいんですか？これで、投げたら、いろいろ落としてくれると。これなんか青リンゴみたいなの美味しそうですね。ただ、モクロはもう、死にそうっすけどね。
上行けるんですかこれ。あ、行ける行ける。結構飲むの大変。いろいろアイテム取っとかんと回復薬作れないですよね。あ、戻れるってことですね。原野ベースのここまで来ましたよ。で、ラベン博士に話しかけると、では調査報告について説明です。報告することで報酬を得られますよ。調査報告をすると捕まえたポケモンのレベルと数に応じてお金がもらえますと。初めて捕まえたなどの条件を満たすとより多くのお金をもらうことができます。ピーマン君がこなした図鑑タスクを確認させてください。なんかやりましたっけね。1365円、ちょっといい時給ぐらいですね。ポケモンを捕まえたのが9つ、ポケモンの種類が4種類、初めて捕まえたポケモン数が4、背面取りで捕まえたポケモン数3。深いっすね。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。図鑑タスクを達成して調査報告をするとポケモンごとの研究レベルが上がります。レベル10でページが完成してポケモンの詳細情報が明らかになりますと。さらにタスク達成やページ完成で表紙のポケモン研究ポイントが貯まります。このポイントが目標に到達すると団員ランクをアップしてもらうことができますと。あ、なるほど。これでその情報がちょっと入ってくるわけですかね。合体とかもできそうですよね。なんかね、この辺がなんかチェックついてますわ。これがちょっとわかんないですね。この、どういうことですかね、これ、ね。図鑑のタスクの見方。1、2、4、10、15って何の数字ですか？わかった方教えてください。ちょっとね、攻略とか絶対見ないんで、わかる方ね、教えてくださいね。はいはい。なんか、ポイントももらいましたよ。ただまだ、全然ですね。次の団員ランクまであと90ポイント。弱いやつ、とりあえず言っといたらいいんですよね。これで無駄に戻れると。ここに置いておくことできるんですかね。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモンを変更したりできます。ほら、そういうことでしょう。もう牧場に4匹いますよ。わかんない。名前とか変えるということですね。なるほど。種類がそんなにないから、特にないんすかね。いますわ、いますわ。いますね。これ中入られへんの？はい。では今回はこの辺りにしておきたいと思いますね。まあ、とりあえず、いっぱい捕まえてみようっていうことですかね。はい。で、ポケモンの図鑑のレベルを上げていくということでしょうか。はい。では今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。